顕微受精の様子廃備用紙または生殖補助、医療廃備用紙は、大学病院や産婦人科の医師の指導のもとで、顕微受精や体外受精などの生殖補助医療を行うことを業務とする医療技術者である。資格は日本哺乳動物卵子学会により認定され、5年ごとに更新の審査を受ける。不妊治療を専門とする医療機関に勤める。 医療系の国家資格保有者が受験することが多いが、看護師などは少数で、生物学、細胞病理学に精通している。細胞検査士を含む、臨床検査技師や衛生検査技師などが、この認定を受け活躍しているものが多い。同様の認定資格に、臨床、エンブリオロジストがある。基本的には働きながら、 技術を習得していき、認定資格を取得するのだが、養成期間も少数でき始めている。しかし、養成期間を卒業しても資格が付与されるわけではなく、受験資格を取得できるにとどまる。現状では、肺培養室に就職し働きながら、認定資格を取得する者が多数である。資格制度は、平成13年に、日本臨床エンブリオロジスト学会、 翌平成14年に日本哺乳動物卵子学会により開始された。5年ごとに更新の審査を受ける。生殖補助医療配備用紙の資格認定審査に申請する者は次に掲げるものを全て満たしていなければならない。日本哺乳動物卵子学会の会員であること次の覚悟のいずれかに該当すること大学院の医学研究科、 医療福祉学研究科保健学研究科農学研究科獣医畜産学研究科生物産業学研究科生命科学研究科自然科学研究科看護学研究科生物研科学研究科獣医学研究科畜産学研究科農学生命科学研究科生物資源科学研究科 生物理工学研究科もしくはこれらに準ずる研究科において生殖生物学関連の科目を習得した修士、あるいは博士であること大学の医学部、農学部、生物資源科学部、畜産学部、獣医学部、獣医畜産学部、生物理工学部、楽農学部、生物生産学部、生物産業学部、生物資源学部、農学生命科学部、薬学部、 保健衛生学部、看護学部、医療技術学部、保健医療学部、医療衛生学部もしくはこれらに準ずる機会において、生殖生物学関連の科目を習得した、学士であること学校教育法に規定する、専修学校において、生殖生物学関連の科目を習得した、臨床検査技師、または、性看護師であること。 委員会が上記と同等以上であると判断したもので、あること委員会が主催する講習会を受講している。こと日本産科婦人科学会が認定する、体外受精、肺移植の施設で、1年以上の臨床実務経験を有していること生殖補助医療に対する高い、倫理観と品位を有していること日本、哺乳動物卵子学会及び関連する学会に、 最近1年以内に2回以上参加していること。関連学会とは、日本産科婦人科学会、日本泌尿器科学会、日本生殖医学会、日本受精着床学会、日本生殖免疫学会及び日本アンドロロジー、学会の本大会を指し、地方部会は含まないものとする近年では、大学の動物発生学系の研究室において、マウス配送者などの専門技術を学び、 その技術を使った論文で学位を取得した者が、不妊治療を専門とする医療機関に就職し、医師のもとで専門の教育を受けた後に認定を受けるケースもあり、必ずしも医療系国家資格保有者が、肺培養士になるというわけではない。肺とは、一つの細胞、または細胞群であって、そのまま人、または動物の体内において、 発生の過程を経ることにより一つの個体に成長する可能性のあるもののうち体盤の形成を開始する前のものである。細胞である肺の取り扱いに関しては国家資格は定められておらず医師の指導のもと基準を満たせば医療系の国家資格を持たないものでも肺培養士として生殖補助医療に参加することが可能である。なお、 肺、はい、培養士は生殖補助医療を目的として、医師の指導のもとに、体外で、肺偶子及び肺を扱う業務に従事するものであり、母体や胎児に、医療行為を行うことはできない。ありがとうございます。